東京ゴルフクラブは埼玉県狭山市柏原に広がるゴルフ場である。大正時代の関東のゴルフ場は1906年に横浜市の根岸競馬場に開場した日本レースクラブゴルフィングアソシエーションの一箇所しかなかった。東京ゴルフクラブが駒沢村に開場されたのが1913年、日本で最初に開場された神戸ゴルフクラブ会場の11年後だった。 神戸と根岸市の他には、長崎県、雲仙ゴルフ場会場、ナルオゴルフクラブ会場などが会場していた。英国や米国でゴルフを覚えた日本人は、これらのゴルフ場でたまにプレーする程度であってため、満たされない思いがあった模様である。そうしたことから、東京の近郊に自分たちのゴルフ場を作ろうとの運動が始まった。この運動の中心になって推進したのが、 1913年、英米でゴルフを覚えて帰国した、横浜賞金銀行頭取の井上淳之介だった。井上のゴルフクラブの建設をとの動きに、貴族院議員の河山愛介や、横浜キートの荒川真珠ローラの賛同を得た。井上は、米英帰りの同行者に声をかけ、虎の門の社交クラブ、東京クラブの会員を勧誘して、東京ゴルフ会を組織し、出資者を募った。 井上、河山、荒川のほか、村井銀行の村井五郎、帝国生命の浅吹常吉などが出資者となり、そのまま発起人となった。井上は、心配していたクラブができても会員が集まらなければ、借地費用が払えない恐れがあったことである。要人に働きかけた結果、創立発起人は、計45人となった。また、井上は、銀行からしく、 建設資金だけでなく、他に3万5千円の資金を集めて、その資金で、神戸の水道交際を求め、万が一経営が行き詰まっても、交際の利子で時代が滞らないように準備された。しかし、井上の刑事上の心配は全く当たらなかった。それどころか会員は増加する一方で、クラブは発展していった。駒沢コースの計画は、最初は9ホールの建設で、 コース建設用地は3番坪、1月の時代は坪あたり五輪で借りることになった。地主との借地契約の調印は、地主の希望で、井上の自宅で行われた銀行の頭取の住まいがどんなものなのか確認したかったのである。ゴルフ場用地は、東京府茨城郡駒沢村、深沢、県東京都世田谷区駒沢公園、駒沢オリンピック公園の雑木林や畑地を、 井上淳之介個人の名義で借りた。買わずに借りたことで、後に苦労することになった。1913年1月22日、ゴルフ場が着工された。当時の日本には、コース設計者がいなかったため、横浜根岸の競馬場内にある、日本レースクラブ所属のシングルプレイヤーの F.E. コルチェスターと G.G. ブレディに設計を依頼した。同年5月、6ホールが完成し借りオープン。 コマザーコースは東京に初めてできたゴルフ場となった。1924年10月、東京ゴルフクラブが中心となり、ジャパンゴルフアソシエーションが創立された。矢が創立以降、在留外国人が創設した神戸ゴルフクラブや上記の根が横浜ネキシコースで創始された。日本アマチュア選手権競技は1925年から日本人の手で運営されることになった。 当時、一般には、ゴルフは全く知られていなかったが、ただ、多くの会員は井上にギリラテした、幽霊会員であったので、ゴルフ場が開いていても、10日間誰も来ない状況が、起きた。そこで、グリーンフィーンやコース使用量を徴収することを考え、コース用地を沈借、または所有し、株主で組織する、東京ゴルフクラブに沈貸する目的で、 1926年1月18日、東京市芝区高輪南町に東京ゴルフ株式会社が設立された。この発起人は、井上淳之介、河山愛介、森村海作、串田万蔵、成瀬正康、赤星無次、田中美ので、森村が総大となった。東京ゴルフ株式会社は、ほどが谷ゴルフ株式会社が1921年に、 実施した方式を取り入れた。クラブハウスは上野の忍ばず池にあった大正天皇ご即位記念大正博物館の迎賓館が移築された。このクラブハウスの姿はクラブ選手権競技の銀杯に彫刻されており、コース側から見たクラブハウスとその周囲の景観を見ることができる。また、銀杯は 米国大使のガスリーから寄贈されたものである。東京ゴルフクラブの創設時の駒沢コースの様子を見ることができる。完成したコースには、孫道が残っていた、1番ホールを横切っている、孫道は通行人が、通りぎっしゃが通っていた、孫道に入った球は、罰なしでドロップした。6番と7番ホールを横切る孫道は通行人が、ないことから、芝が伸びて、 フェアウェイ化してしまった。会場後、間もなくして、村役場から、損道の使用料を払えとの申し入れが出てきた。損道をゴルフ場として使用しているからと、会場から今までの使用料を請求してきたのである。このことが、後の浅香コースの用地取得に良い経験になった。1926年5月9日、さらに9ホールのゴルフ場が完成し、 駒沢コースは18ホール規模のゴルフ場となった。増設の際のコース設計は、コルチェスターとブレティに加え、新たに赤星シロや大谷光明が担当した。駒沢コースの規模は、アウトコースは2905ヤードパー35、インコースは2383ヤードパー31だった。コース用地の農地の交渉が難しく、十分な確保ができなかったため、 距離の短いホールが多くなった。この18ホール会場記念競技会で赤星志郎が優勝。69プラス79イコール148、ハンデ3でネット142、2位は岡章五で84プラス83イコール167、ハンデ12でネット143だった。同年9月1日、東京ゴルフクラブの婦人ゴルファーと関西。 婦人ゴルフクラブの第一回親善対抗競技が行われ、関東が勝利した。その後、東西の婦人ゴルフ競技は、関東関西婦人ゴルフ対抗競技と名称変更された。なお、女性ゴルファーが所属するクラブは、関東では東京ゴルフクラブだけだった。関西ではすでに、神戸ゴルフクラブ、茨城カンツリークラブ、舞子カンツリークラブなどに、女性ゴルファーがいて、 関西婦人ゴルフクラブが組織されていた。特筆すべきは、男子のアマチュア東西対抗競技が開始されたのが、1927年で、あるから、東西の婦人ゴルフ対抗競技の方が早かったので、ある。この女子競技の影響により、同年に、男子アマチュア東西対抗競技が始まった。百二十七年十月、第一回シニアクラブ選手権競技が開始され、 高木機関が優勝、紅葉館で祝縁が催された。同年10月、日本アマチュア選手権が開かれ、野村新吉が優勝。1928年5月、第2回日本オープンゴルフ選手権が開催され、ほどが谷所属の千見緑蔵が優勝した。この日本オープン選手権開催時は、駒沢コースは全長5700ヤード、パー72に拡張されていた。 日本オープン終了後、東京ゴルフクラブは新たに2万3千坪の土地を購入、総面積は13万坪に拡大することになった。大谷光明が改造設計を担当し、赤星六郎、白石多資料がこれに協力。1929年春、新しい18ホールが完成、アウトコース3136ヤード、パー36。 インコース3215ヤード、パー36、全長6351ヤード、パー72と、各ホールのヤードージが大幅に改良された。だが、時代の値上げが問題化してきた。駒沢コース会場後15年を経て、時代は7倍に増えていた。さらに、駒沢コース周辺地域の住宅地下が進んできた。1929年10月、 新前競技のためハワイアマチュアチームが来日。同月29日、駒沢コースのクラブハウスで歓迎版3回が行われた。日本、ハワイの新前競技は関東と関西で開催され、日本が2勝3引き分けの成績だった。ハワイチームは駒沢コースを皮切りに、ほどが谷カントリークラブ会場、武蔵野カンツリークラブ、6日コース10月会場。 1944年、閉鎖、川名ホテルゴルフコース、大島コース会場、茨城カントリークラブ会場、宝塚ゴルフクラブ、ナルオゴルフクラブでプレーし、日本のコースについての感想を述べた。日本のベストコースは、茨城カントリークラブである、各ホールの様相が異なっていて、距離がありハザードも厳しい、フェアウェイの幅も適当である。ほどが谷カントリークラブは、 アップダウンが激しすぎる。武蔵野間ツリークラブ60コースはドックレッグコースが多すぎる。東京ゴルフクラブ駒沢コースは公園のようで単調すぎる。などの発言があった。また、次のような解決策を提案があった英国や米国からコース設計家を招き、季節のコースの改修をし、新たなコースの設計を依頼してはどうだろう。この提案により、 日本ゴルフ会、東京ゴルフクラブはショックを受けた。高額な借地料に苦慮していたこともあり、新天地で、自前の土地で、海外の一流設計者を招いて、世界に誇れるチャンピオンコースを建設しようとの動きが活発となった。この頃地主が近隣の三越クラブ会場の時代を知り、東京ゴルフクラブに賃料の値上げを通告した。 このためクラブの移転先問題がますます強まった。ほどが、谷、霞が関、相模などが候補地として上がったが、交通の便が悪いとして敬遠された。駒沢コースの敷地の20年借地契約の満了年だった1933年、クラブは埼玉県新座郡膝折村への移転を決定した。日本のゴルフコースは、この頃まで素人設計のコースだったため、 常に改造が繰り返され、その度に経費がかかっていた。それを打開するため、朝霞コース着工にあたっては、初期に費用が加算でも、外国のコース設計家に依頼を試みようとした。大谷光明はイギリスで名設計家として、定評のあったハリー・コルトを推薦したが、当時68歳の高齢であり、代わってチャールズ・ヒュー・アリソンが来日した。クラブハウスの設計は、 アントニン・レーモンドが言った。移転費用は土地買収費100万円、コース増成費10万円、クラブハウスた建設費10万円の総額120万円であった。クラブは1932年5月に移転を完了させた。同コースでは第8回日本オープンゴルフ選手権競技大会、第13回日本オープンゴルフ選手権競技大会の開催実績がある。 1941年閉鎖。1940年、朝霞コースが陸軍余菓市館学校用地に決まった。同年10月、東京ゴルフクラブは埼玉県入間郡柏原村1984番地の秩父カントリークラブと対等の条件での合併契約書を取り交わし、同年11月20日、東京丸の内の東京会館で、新、 東京ゴルフクラブ創立総会を開催した。理事長に旧東京ゴルフクラブの後藤文夫が就任した。同年12月15日、かねてから造成中だった18ホール規模の七部新コースが完成し、会場式を行った。コース設計は大谷光明が、工事は足立商会が行った。これが現在の東京ゴルフクラブのコースである。南コースとも 柏原コースとも称された。戦時中は農作物の畑となり、日本陸軍の転生部隊に接収された。また、クラブの名も東京打球会と改めさせられた。終戦後の1945年8月19日から10月1日に、かけ、転生部隊が同年9月25日、陸軍士官学校がそれぞれ撤収した。同年9月30日、 旧ホールを再開したが、10月2日、米新中軍第97不評部隊が来て、クラブハウスを宿泳に借り上げると通告。当初はコースの使用は妨げないとのことだった。同年11月2日、米新中軍により、クラブハウスに米国旗が掲揚され、会場式が行われた。1946年4月9日、朝霞中頓の第一騎兵旅団により、 コース全域を接収される。1950年9月25日、横田航空隊によって再接収され、クラブ玄関には横田ゴルフクラブの看板が掲げられた。1953年、米軍管理の他のゴルフ場とともに接収を解除され、クラブの自主運営を果たした。この間の1949年9月、戦争末期に解散されていた。 関東ゴルフ連盟が復活、東京ゴルフクラブも加盟した。1955年、社団法人東京ゴルフクラブが発足し、運営に当たっている。1963年、東京ゴルフクラブ創立50周年記念事業として、アントニン・レモンド設計のクラブハウスが完成した。東京ゴルフクラブは、駒沢コース、朝霞コース、新秩父コース、鞘山コースと合わせ、 日本オープンゴルフ選手権競技大会の通算7回の開催実績があり、2024年日本オープンゴルフ選手権競技の開催予定である。大谷光明のレイアウトは現在も基本的に引き継がれている。ありがとうございます。